レディオジャムウィワナビユアナンバーワン。んだろう甘いその吐息も白くて折れそうな腕も今日は僕のものだよねこの世にじゃれあって揺れてお休みをしよう朝までそばにいるから抱っこつけてばっかで寂しいって言えない今はまだこの気持ち君には分かってもらえないだろう抱き合って緩い意識で燃えちゃってるの好きちゃうから恥じらって熱い意識で燃えちゃってしたいでしょう知ってることは前から気づいてたよ君のせいにしていつも言いこぶってるけれど本当は素直になれない僕のわがままだらけなんだよ抱き合って緩い禁止で燃えちゃってる出せてもいいよ恥だって熱い禁止で燃えちゃってI'm a crap
ボーイビガビバスキルミガ生きるビガ道のリガ積みつれ明日の光ビガ白身色とりどりにゴザウェイパーセン好きなだけあげるだけワサゲンポーティーグリーンオーライ焦点ローテーション回る狭間で暴れたい午前0時さすがエンドプレーニングアイレディこの場すぐ寄ったりいつパーティーいつの間にうどまったり高まるテンションに大胆すぎアクションプライド全て出し切るサンダーとサンダー空気取り3倍クラップエンフィナハルシャルフリーバーいかがお過ごしでございましょうか。2006年7月の8日昨日は七夕でしたけれども私は大変でした。ということでレディオジャムウィワナビーワナママいかがでございます。ということで最近暑くなりましてですね、先週もそんな始まり方でございましたけども、もう本当にね辛い辛い、もう朝起きた瞬間からこうねあのエアコンの当たりすぎて腰が痛いみたいな、そういう意味で辛いということでですね、都心に住むというのは嫌なものでございますねということで今週もレディオジャムイワナビーイワナママいろいろと頑張っていこうと思いますが、まずはインターネット上で頑張っているアマチュアミュージシャン、インディーズミュージシャンを紹介していくインザグループスーパーノヴァのコーナーからいきたいと思います。ということで、ですね、プロフィール資料いっぱい出さなきゃいけないんでもうね今すごい状況なんですよ、うちのこのデスクの周りはね、MacBook Pro が動いてたりとかですね、iPod があったりとかですね、 HP200LX があったりとかですね、もう時代がわけがわかりませんけれども、まずは、一番最初に、おかけしました曲は新しいアーティストでございますが、ミッシングピース、ミッシングピースのガーデンという曲をオープニングでは聴いていただいたわけでございますけれども、ですね、ミッシングピースプロフィールはですね、2004年12月結成、2005年7月より都内ライブハウスを中心にストリートライブや各種イベント出演などを精力的に活動中と。でボーカルが森川和代子さん、そして、ギター&プログラミングというか、ボーカル&ギターなんだ、すごいですね。女性ギターうわなかなかあれだよね、あのライブとかに立つと結構綺麗だよね、絵的にね、そして、ギターのプログラミング、高山剛さん、そして高山武さんがベース&プログラミングということでですね、そんなあ3人組ミッシングピース、実はですね、あのなんていうの、次戦でございましてですね、これ聞いてくれませんかっていう風にうちにメールが届きまして、聞いたところなかなか良かったので、取り上げるというですね、うちの番組ではかなり珍しいですよ、次戦のアーティストは基本的にうちは取り上げませんからねね、なんだろう、基本的には、私が自分で聞きに行って、おこれなかなかいいじゃないのっていう人をですね紹介していくっていう番組がこのインザグループスーパーノヴァというコーナーなんですけども、でそんなミッシングピースなんですが、7月23日日曜日には、湘南台西口会場という場所らしいんですが、湘南藤沢街角音楽祭2006というイベントがあるんですね。これでもって7月28日に金曜日には、これはなんかいろんなものが絡んでそうでございますけども、渋谷アコースティックライブボリューム2ダペ絶対ノードラックキャンペーン
場所は、ですね、京王井の頭線渋谷駅西口改札付近ウェーブ広前スペース、時間が20時から、雨天決行って書いてありますね。雨でも行けと、ねということで、それでもってですね、8月の18日にはですね、原宿のルイドでもライブがあります。会場18時で、18時半開演、JWAVE 的にはグルーブラインをやってる時間ですね。ねということで、その8月18日は待望のサードシングルが発売となりますということが書いてありまして、それ以外の情報がないので、ね、どういう曲なのかということはですね、タイトルとかもわからないんでございますけども、まあそこら辺はそこら辺で自分で調べていただきたいということで、ミッシングピースウェブサイトがあります。ウェブは http://www.double-track.com http://www.double-track.com ということになっております。インザグラムスーパーノバのオフィシャルサイト http://www.propellershaft.net/nova こちらの方もですね、いろいろとチェックしていただくと情報も入手できたりいたします。アーシャとかも載ってますんでね、アーシャもあるしリンクもあるしということで、いろいろとチェックしていただければなと思うところでございます。ということで、ミッシングピース、ガーデンという曲をおかけいたしました。もう一回聞きたい方は頭まで、iPod でくるくるっと回すのだということですねそして、その後にかけました曲は GFB プロダクション、今週で3週目になりますけども、 GFB プロダクションのですね、スタンドアップという曲を聴いていただきました。GFB さんのプロフィールはですね、GFB プロダクションとは何かに一生懸命に頑張っている人たちによるグループで、キャッチ&リリースとラブ&ピースをコンセプトに音楽活動をしていますと。でスタンドアップという曲はですね、グループ内のメンバーシアーさんと、元気さんにヒデを加えたユニットシャルの楽曲ですということで、いろいろなね、あの形で、なんかこうユニット活動をやってるよみたいな感じらしいんですね、 GFB さんはね。ということで、 GFB プロダクションウェブサイトがあります。 http://3.cx.jp/golden-fish/http://3.cx.jp/golden-fish/ こちらの方になっております。インザグラムスーパーノバのサイト、先ほどの URL でございますけども、propellershaft.net/nova こちらの方もね、いろいろチェックしていただいて、何度も言ってますか、金魚、これが目印になりますのでね、ぜひぜひ金魚のところをクリックしていただくとですね、いろんな情報が見れると思いますので、よろしくお願いいたしますということで、インザグルスーパーノバを、前半戦はこの辺までなんですけども、今ですね、裏で BGM が、かかっておりますね。これはですね、いつもと違う音でしょ。いつもだったらですね、私がしょぼーいあのターンテーブル2台使ってやった、ね、しょぼーいあのスクラッチ音が入ってるんですけども、今実はこの音はですね、MacBook Pro から鳴らしております。MacBook Pro のガレージバンドを今、立ち上げてましてですね、そのガレージバンドに入っている、これはですね、クラブダンスビート063というループ、ね、BPM が125の、ね、やつなんですけど、それを今こういう風に鳴らしてるんですね。だから、今これをですね、こういう風に変えると、でこういう風にね、変わるわけなんですよ。ということで、今回のテーマは、なんと、去年7月でやりました。ね、7月1ヶ月くらいやりましたですね、インザグラブスーパーノバ1年ぶりの企画、効果音スペシャル。世の中には、いろいろな音楽の場面で使うために、効果音というものが用意されております。効果音集とかですね、効果音専用の、何でしょう、こういう、ね、CD とかサンプラーとかね、いろんなものがあるんですけども、そういうものを聞いてみんなでおーとびっくりする曲でございました。前回はですね、 iPod 効果音ミックスというのをやりましたね、2つの効果音を iPod で混ぜるというですね、前代未聞の企画をやりましたけども、それが聞きたい方はね、あのポッドジャムの方で、http://podjam.kogoro-nifty.com こちらの方でですね、2005年7月のエントリーをですね、見ていただくとね、雨の音になんかこう、なんていうの、電話が鳴ってる音を混ぜてるとかですね、なんかそんなようなことをやってるような気がするんですけども、ね、そういうような効果音ミックスやったんですけども、今年はですね、この MacBook Pro に入っておりますガレージバンド、これもですね、実はいろんな音が入っておりまして、まあ、当たり前ですね、音楽を作るソフトでございますので、これに入ってる音でこういろいろとですね、遊んでみようではなかろうかと、こういう企画でございます。すごいですね、しょぼくれた企画でございますけども、ね、ということで、インターネットラジオ自体ということでですね、ちなみに今これかけてるのは、さっき言ったようにループのね、あの音なんでございますけども、こういうループ集の他にも、ガレージバンドの中には、ポッドキャストを作るためにいろんなね、サウンドロゴって言って、これはサウンドロゴ、ステッカー、あとジングルっていうね、これラジオ業界の専門用語と言ってもいいんですけども、まあ、サウンドロゴっていうのはですね、J-Wave で例えるとなんで J-Wave で例えなきゃいけないんだ、81.3 FM って言ってるようなやつが、
サウンドロゴですね、その会社の企業名だとか、あとの番組のタイトルとかですね、そういうものが入ってるものを、例えばサウンドロゴとかいう風に言うんですね。でステッカーっていう と、コーナーのタイトルを叫んでるやつとか、あとなんだろうな、ほんの短い5秒ぐらいのものですね。あとなんだろうね、どういうものがっていうのなかなか難しいですね。まあ、それとにかくステッカーって言うんですよ。でサウンドロゴとステッカーってほとんど同じようなもんだけどね、実際にはね、まあ、ちょっとだけ違うっていうかね、あの番組名とか言ってんのがサウンドロゴで、ステッカーはコーナー名言うて、あんま差がないっていうことにしておきましょう。でジングルっていうのは、もうちょいと、まあ、でも似たようなもんだよね、ジングルもね、20秒ぐらいのですね、あの例えば、実際にかけてみるのがいいのか、今音を切っていましたけども、ジングル、ちょっと鳴らしてみましょうね、いくつかあるガレージバンドの中に入っている、ジングル集の中からこんなもんをちょっと選んでみましょうということで、これはですね、ブレイクビート、あ、じゃない、ブレイクビートミディアムっていうやつを、これ聞いてみましょう。なんかこういうのってさ、ほらあの番組のね、あのなんかコーナーに入る直前とかにあの流れてそうでしょ、ね、これをもうちょっと短くしたやつがこれ、なんかほらこの間になんか番組のコーナーのね、なんかタイトルとか入ってそうでしょ、今の7秒間の曲なんですけどね、そういうものがあるわけですよ。でこういうものをまあジングルっていう風に言ったりなんかするんですね。あとまあスティンガーとかね、いろんな種類があるんですけども、こういうものをですねちょっと聞いてみて遊んでいこうではないかなと、いかんせんガレージバンドに入っているループ集というのは、基本的にはですねどんな風に使ってもいいよという風になっている音源でございまして、それがまあ売りのね、ものだったりなんかするわけなので、ちょっとこういう風にして遊んでみようということで、ではですねまずボッサノーバーな感じ言ってみましょうか。ボッサノーバーってなんかボサノバね、ボッサラウンジャーっていうものがありまして、これちょっと聞いてみましょう。ね、ね、こうやるとなんかほら、なんかあの、ゆるい、なんかあの、なんていうの、お昼ぐらいの番組がなんかね、なんかしょぼくれた FM が立ち上がりそうな感じがしますよね。ね、こういうものがあったりなんかするわけですよ。これがまあ、いわゆるジングルっていうものですね。あとまあ、いろいろあるんで聞いてみましょうか。これはね、あのなんていうの、番組のコーナーをやってて10分ぐらい経ってそろそろコマーシャルに移んなきゃいけないと、ね、でその時に、ね、ではここまでは誰々の提供でお届けいたしました、それではまた次の機会をお楽しみにとか言って、こうマイクをフェードアウトした後にこうなんかねこれだけ残っていくみたいな、ね、そういう感じがしますよね、結構ですねこういうものっていうのは放送局独自に作ってるものがあって、例えば J-WAVE なんかの場合だと、 J-WAVE っていうのはね、日本の代表的な、FM 局でございますけれども、あそこなんかだと、自分たちで、1000トラック以上のなんかジングルを持ってるんですよね、確かね。なんか開局からまだ20年ぐらいなんですけども、1000トラックとかですね、もっと持ってるんじゃないかな。なんかね、あの番、ね、そんなに81.3と叫んでどうすんだって話もあるんですけど、なんかね、いっぱい持ってるらしいんだ、あそこはね。ということで、まあ、ガレージバンドでいろいろ遊んでみようの回なんですが、まあ、他にもいろんなジングルがあってですね、あってねってことが、ジャズ風、これ聞いてみましょう。こんなラジオ番組ってなかなかないよねこんなテンションのラジオ番組は、ね、こんなね、こんなのに合う喋りはなかなか難しいですよ、こんなもんどうでしょう。これはなんかあの番組を聞くリスナーのターゲットが40代ですよね日本放送っていう感じがするよねじゃんじゃじゃーん。これやっぱりあれですよ、あの LF ですよね、これ、あの LF のなんだろうな、なんだろう、番組のコーナーのエンディングっぽい感じがしますね。他にもいろいろあります。これはですね、アーバンっていうタイトルになってるんで、これは何が入ってるんでしょうね、よくわかりませんが聞いてみましょう。アーバンだよアーバンだよ。ね、アーバンですね。なんかね、これもなんか違いますよね。これの長いバージョンがあるんで、これ。
基本的にね、こういうあのいわゆるジングルとかステッカーっていうのは耳に残らないとしょうがないので、結構ね楽曲的には作るの難しいと思うんですよね。あのもともと秒数が5秒とか10秒とか決まってる中で作りますからね、なかなか難しいと思うんですけども、どうですか、ミッシングピースさんジングルを作ってみるっていうのは、ね、難しいと思いますけども、しかもだってジングルっていうのはね、あのその番組が続く限り使われたりするからね、いろいろなかなかあったりなんかするわけなんですが、他にもいろいろありますね、今度はですねカントリー音楽風ね、なんでしょうか、音でこんだけ遊ぶっていう結構なかなか珍しいでございますけども、ではですねカントリー音楽風ジングル聞いてみましょう。カントリーっつうかなんかテキサスって感じがするよね。なんかあの、なんていうの、カウボーイハットをこうね、かぶった人が出てきそうな感じがしますけど。うん。つうかこれあの、海外のポッドキャストでよくこういう音ってあるよね。あの、コーナーが終わるときになんか、あの、ダラダラダラって喋ってるね。あの、で、必ず次があの、なんだ、ステイチューンドって言ってるんですよ。ね、そんな感じでございますけども。他にもいろいろあります。続いてはですね、民族音楽風。そんなもんがあるんだ。では聞いてみましょう。アイランドバージョンですね。どうぞ。これ言ってきますけど、アップル純正のガレージバンドっていうソフトに入ってるんですかね、この音は。ね。あ、だから皆さんが例えば今 MacBook とかを買うと、この音も一緒についてくるわけですよ。ね。皆さんいろいろ遊んでみましょう。他にもいろいろあるので、このなんか民族音楽風聞いてみましょう。これ民族音楽か？なかなか判断難しくない？これなんていうの、あの1930年代の映画っていう感じも、ね、なんかあの白黒陶器な感じがしないでもないですけどね。ね、絶対そうだよね、チャップリンな感じですよね。ね、これはどうなんだアップル。続いてはですね、来ました電子音楽ね、エレクトリカルな音を聞いてみましょうね、いくつかね。では分かりやすいところから、これは何でしょうね、なんて読むのこれは。チャイス、チャイスじゃないね、チャイスラウンジミディアム。これは一体どういう番組なんでしょうかね。一応言ってますけど、これはあのあくまでポッドキャストとかで使うためのジングルなんですけど、これはどういう番組なんでしょうか。この音を使う番組が聞いてみたいよね。どんな番組なんでしょうね。わかりません。うちの番組ではさすがにないな。次行きましょうね。エレクトリカルロデオ。もう訳がわかりません。これはなんだ電子音楽。ピコピコ言ってないからね、あのあれなんですけども、あとはですね続いてこれは、じゃあちょっと違う方の音いってみましょうか、ガレージバンドの中のですねこのポッドキャスト用のループ集の中にはサウンドエフェクトっていうのもありましてですね、このサウンドエフェクトにはいろいろな面白い音が入って、面白い音ってなんだ、面白い音が入ってます。例えば、これはですね、セルフォンリンギングっていう音がありまして、携帯電話の鳴る音ですね。ね、こんな風な誰が電話鳴ってるよ。こんなにでも日本のって長くないよね。あくまでもアメリカ基準なんで、おお鳴ってますね、早く出ろって感じですね。もう一回ないのかい。普通4回だろ。3回ってことはないだろ。こう待っちゃうとかいけませんね。あとですね、ファックス。ピーヒャララー、言ってみましょう。はい、ってことでね。ね、これね、ピューヒャラーって音が続くと、モデムの音になりますね。ね、昔のダイヤルアップの。なんか、パソコン通信っていう感じがしてきますけども。続いて、日本には有名でございますが、ですね、おじいちゃんの時計ですね。その名も、グランドファザークロックストライク。ですから、大きな古時計が鳴る音。そんなもんが、ガレージバンドの中には入っています。聞いてみましょう。あ、間違えた、こっちだ。
学校じゃないよ、学校じゃないからね。ほらもう30回目の授業始まるから、ほら席につけたもんとか。そういうことじゃないですからね。これがだから平井堅が歌う音なんですよ。でこれがもう鳴らないんですよ。ね、リアルでしょ、ね、だってしょうがない、グランドホーザークロックストライクっていうあのジングルなんだもん。ジングルっていうかあのサウンドエフェクトなんだもんね。え。数えてないから今何時なのか分かりませんね。ずいぶん鳴ってるな。あ、終わり、終わりましたね。あとですね、アメリカでは電話がかけて繋がらなかった時に流れるメッセージ。日本だとね、なんだ、なんだ、なんだ、もうおかけになった電話番号は、ただいま扱われておりません、みたいなメッセージが流れますけども、そういうものもですね、アメリカにもあるということで、その名もテレフォンナンバーチェンジというサウンドエフェクトが入っています。聞いてみましょう。The number you have dialed has been changed. The new number is...入ってない、ね、Please note, the new number is... Please note って言われてもね、なかなかこうメモれる速さなのかって始まりますよね。続いてですね、別のね、いろんな音が入ってますんで聞いてみましょう。今現在、イギリスではウィンブルドンが行われてるんですけどね、7月8日、ね、その7月8日ウィンブルドンなんでテニスのサーブの音ってのが入ってますね。そんなもんが音収録できるのかって話なんですけど、ちょっと聞いてみましょうね。1秒間です。今だから今サーブ打ったんですよ、バーンってね、シャラポワあたりが。もう一回、もう一回いくかな、どうぞ。ね、なんかをこれ打ち抜く音にも聞こえるよね、バーンってね。でこれをですねボレーで返すわけです。ボレーで今返しました、ね、そしてまたボレーなんだ、ボレーが続きます。ね、もう一回これサーブボレーボレーでいきますよ、どうぞ。もう一回サーブからね、そしてボレーで返します、そしてまたボレーで返します。わかんねえよ。ね、ではですね、その後にですね、なんかいろいろあったんで、プールに飛び込んでいただきましょう。で、なんかもう、なんかね、そのゴルフ、水の中にですね、ゴルフ場があって、そのゴルフ場で打ってもらいました。ね、そして打ってもらった後に、ボーリングで一発。ストライク、決めていただいたところで、バスケでドリブルをしていただきます。はい、そして、それをネットに向かって投げてもらおうと。はい、ということでですね、以上、完結、ね、スポーツ編完結してみましたけどもね、これを一体どこの何のシーンでポッドキャストで使うんでしょうか。ね、アップルのこの趣向がわかりませんけども。ではですね、なかなかこの今回の効果音特集面白いですね。私が面白かしくやってるっちゃ話もあるんですけども、続いてですね、これは、なんだ、マシーンっていうのがありましてですね、これはよくわからないんですけども、モールス符号の音、あ、これはつまんないね。レコードプレイヤースクラッチングってのあるぞ、聞いてみましょう。あー、張り飛びだ。張り飛びだ。いや、不快な音ですね。これよくDJ やってる時に聞くよね。間違えて飛んじゃった時とかね、あー、やっちゃったみたいな。もう一回、もう一回いくよ。嫌な音ですな。では、レコードプレイヤースタティックって音があると、これなんだ、雨が降ってるんですね。大したことなかったね。雨が降るくらいならうちのタンデブでいくらでもできますよ。SL1200 でいくらでも作れますけどもね。あとはですね、さあ、なんだこれ、テープリワインディング逆回転、どうぞ。あー、ねえ、レコード逆回転してもこんな音になりますけどね。別の種類のリワインディングどうぞ。こんな音ねえよ、こんな音ねえよ。ねえ、もう一種類どうぞ。あ、これはあるね。これはある、これはある。手で軸を待ってガーってレコード回したときね。テープだっつうの。ね、そんなような音が入ってますね。これよくわかんないんですが、続いて交通というのがありますね。ではですね、交通。交通っていうカテゴリーがよくわかりませんけども、エアプレインキャビン。ってことは、飛行機のキャビン、それはあんまり面白くないな。エアプレインテイクオフってのがあると。飛び立っていただきましょうか。
これがアップル純正の、iLife のですね、中にガレージバンドというソフトが入って、そのですから MacBook を買うとこの音もついてくるわけですね、すごいな、ね、俺はスティーブ・ジョブズかって話ですよねこんな宣伝じゃないんだから、続いてオートレースっていう音が入ってますね。あ、今ね、ね、シューマッハが切ったわけですよ適当なこと言ってますけどもね、続いて、ディーゼルトラックスタート。あ、ダンプが今ダンプじゃないね、4トントラックぐらいかな。効果音集の CD っていうのは結構こういう音がずーっと入ってるんですよね。74分間トラック数にして50トラックとかですね、 CD ですよ、 CD で50トラックとかあるんですけど、こんな音がねずーっと入ってなんかするんですけどもね、他にもですねいろんな音があります。ちょっとね、疲れてきましたので、セールボートっていうことでボートの音を聞いてみましょうか。ずいぶんなんか忙しそうに声出て全然落ち着かねえな。全然落ち着かないよこれかなり全然落ち着かない、じゃあこっち行こう。シップインヘビーシーってもっと落ち着かないでしょこれ日本海の荒波を言ってます今ね。だからね、これをね、ポッドキャストでどこで使うんでしょうか、よくわかりませんけども、まあ、こういう使い方はどうなの、ということでですね、まあ、効果音を聞くだけでいろいろと楽しめるというお話をしていますけども、それではですね、ちょっとなんかね、夜の感じをね、こうなんかナイトな感じをちょっと出してみましょうか、ではですね、よいしょっと、ちょっと夜の鳴き声、動物の鳴き声だと。夜って感じがするでしょ、こういう音が入るとなんかね、夜って人間で不思議なもんでしょ、こういうでちょっと音を聞いただけでね、頭がね、いろいろな妄想をしてくれるわけですよ、空想っていうのはね、やはり人間っていうのはですね、この空想という力があるからこそいろんなものが考えられるわけですね。もう一回聞いてみる。やっぱ夜だよね、この音から昼間は浮かばないよね。すごいですね、人間というのはいろいろな意味ですごいわけでございますけども、何を感心してんだ、ね、でだって今から聞く音を聞いたら絶対に誰だって朝だと思うからね。朝だろやっぱりこれは朝だろ、ね、これは絶対朝だよ。何の音か、なんか音が混じってるな、これ朝だよね、これはもうやっぱ朝ですよ、でも落ち着かねえ番組です本当にね、いろんな音をね立て続けに、今のは何でしょう的なって感じでやってますけれども、そしてですね、最後にじゃあ、ね、最後に人間に登場を教えていきましょう、まずはですね、スタジオの中で拍手ね、そしてそれをもうちょっと長めにお願いします誰かが登場してきますねこれはお、登場してきた、あ、イエーイさあ、誰が登場してきたんでしょうか、ね、そんな感じでございますけども、では最後にですね、可愛い音をちょっと聞いておきましょうね、キッズブーリングどこが可愛いんだ、単純に子供のブーイングなんですけどもね、じゃあもし、子供にもうちょっと叫んでもらいましょうかなんかものすごい嫌なことがあった感じがするよね、キッズチアーリングね、子供たちにいろいろと遊んでいただきましたけどもでは最後にスモールチャイルドギグル、これ聞いてみましょうかこ
これ絶対あの大人が今脇の下くすぐって遊んでますよね。そんな感じがするよね。ガガガガね、ということでですね、こういろんな音がね、この音だけであの今皆さんにはですね、頭の中をいろいろこう空想妄想していただいて、遊んでみていただいてるわけなんでございますけども、ね、いかがだったというかね、例えばこういう音を聞くとね。一体なんだって思うわけですよ。なんだ今の音は。ちなみに今のはですね、キャッシュレジスターっていうタイトルがついてますね。そんな風に音聞こえないんだけど、キャッシュレジスター。キャッシュレジスターと聞いて、もう一回この音。やっぱ何度聞いても聞こえないよな。無理があるよ。ということでですね、今週は、こんな感じで番組をお届けしてみたんですけども、いかがでしたでしょうか。これがですね、まあ、ガレージバンド、今回の場合はガレージバンドでございましたけども、まあ、ガレージバンドじゃなくてもね、CD とかで結構こういうようなね、なんていうの、遊ぶ系のっていうか、効果音がいっぱい入ってたりなんかするっていうですね、ものはありまして、まあ、音楽を作る人だけじゃなくて、いろんな場面でね、こういうなんかドラマ CD を作るとか、なんか、まあ、そういうシチュエーションに遭遇することはまずないですけども、普通の人はまずドラマ CD なんか作りませんけども、ね、なんかネットラジオでドラマやりたいとか、そういうことがあったら、こういう、だからそんなことないけども、普通、ね、こういう音を使ってみるといいんじゃないかな、というふうに思うわけでございますよ。ね、ということでですね、これは何がすごいかというと、ガレージバンドにこんな音が入ってるってことがすごいよね。ね、これが海外のポッドキャストなんですよ。日本のポッドキャストで今のような音を聞くことはまずないよね。まずない。ね、ということでですね、今週は MacBook Pro をですね、大活躍させていましたけども、今の時点で何分撮ってんでしょうか、よく全然わかりませんけど、30分ぐらいもなっちゃってるのかな。ということで、下手すんでやばい感じがしますんで、一旦お知らせの方に行きましょう。ですという感じで鍋トークと称して毎日3分を基準に BGM も効果もなしで思いつくままに喋っております。雑誌ワイング編集長が裏方に収まりきれずというのが一応歌い文句です。イラストや文芸がお好きな方はぜひワイングのページも覗いていってください。ということで鍋トークと雑誌ワイングの CM でした。アイラペッツ、ペット動物好きの方に楽しんでもらうことをもとに運営中、放送中のアイラペッツレディオではペットを飼ってない人でも楽しめるトークでお送りしております。雑談ありハプニングありのペットラジオぜひご拝聴ください。URL は http://singaemon.cline.jp/。河村製作所。大丈夫か二人とも。インターネットラジオドラマテンペスト、河村製作所ラジオ館にて好評公開中。世界を救うか。インターネット放送局ニンニンチクビ、石川義弘、犬山犬子、田中克樹、宮川勝、渡辺兄、バカチン三股他多数出演中のインターネット放送局ニンニンチクビは 2219.jp。インタグルールスーパーノラ、世界は実現可能な世界だ。ゲスバンリーな自由は今もその名をなくしたままで、僕の選び取ったものは今かっこへと変わってく。生きゆくほど気分を大きく感じさえ
即戦力アーティストエコーでございますけれども、エコーの聴いていただく曲は偽物ということでございます。今週でエコーもご紹介して3週目。エコーはですね E:CHO と書くんですけれども、2003年4月結成、そもそもの旗は2002年夏岩手県花巻市で行われる小規模なライブに出演するためにベースの北郷優也さんと音楽学校時代の同期である八木光一さんかな、ドラムス、そして、つとむ伊藤さんギターと広報の後輩である平沢育子さんボーカルを招集したことに始まると。でうにゃうにゃうにゃっといろいろありましてですね、いろんな活動をしつつ、2004年には計39本ものライブを展開とかですね、いろいろやってるわけですよ、ね、あと SME 主催の音の都オーディションでカラー賞を受賞とか、まあ、いろんなね、ことがありまして、で、2005年に入ってもいろいろな精力的な活動をやって、おりましてですね、12月には、2005年12月には新メンバーキーボード伊佐淵田さんを迎えて5人編成のバンドとして新たなスタートを切ると。で2006年3月テレ朝系列のザ・ストリートファイターズのオーディションストファイ姫祭り東北代表となり、横浜ブリーズでの全国大会へ出場、全国6位の成績を残すと。で、現在に、まあ、至るわけでございますけども、ねまあ、自主制作 CDR とか言いながらこれだけの音を作ってりゃすごいよって話ですよ。で現在はですねいろんな活動をしてるわけなんですが、メンバー全員が民族衣装を着用という独特のスタイルで他のバンドにはないある種神々しいともいえる世界観を演出、楽曲で最重要視するのは歌とメロディ、良質のメロディと歌で聴衆を魅了したいと考えているということで、結構長いプロフィールがありますのでインザグルブスーパーノマのサイトとかチェックしていただきたいんでございますけども、その前にエコーウェブサイトは http://sound.jp/e_cho http://sound.jp/e_cho こちらの方になります。そしてインザグルーヴスーパーノヴァのオフィシャルサイト www.propellershaft.net/nova http://www.propellershaft.net/nova こちらの方もいろいろとチェックしてみてくださいということで、聞いていただいたのはエコーの偽物という曲でございましたけども、時間がないのでまた来週ということなんですが、来週の更新は7月の15日土曜日でございます。ご紹介するアーティストはミッシングピース GFB プロダクション、そしてもってエコーこの3組ね、いろいろとね番組また、まあ、またちょっと違うアーティストの曲も準備してますけどね、8月以降、ね、すごいよ、うちの番組はね8月の末までも楽曲決まってますからね、ピッチリと大変でございますよ。そしてですね、アットニフティポッドキャスティングジュースという、ポッドキャストサイトがありますが、そこで現在7月7日からいろんなことをやってるよということで、ポッドキャスティングジュース 1周年記念で、ポッドキャストランなんだ、アワードみたいなのをやるらしいんですよ、ねまあ、1位取った人にはあの
わーみたいな、ポッドキャストをやってる人でなんか1位を決めちゃおうみたいなね、なんかよくある話ですよ。ね、でなんかそれをやるとね、あの MacBook Pro 対象に選ばれると MacBook Pro と1万円分の iTunes Music カードがもらえる。全部えらい金額に差があるんですが、ね、えらい差があるなと思いながら、なんかそういうものがもらえるらしいので、やってる方はぜひチャレンジしてみてもいいのかなと。僕はね MacBook Pro いらない、持ってるからということで、また来週にしましょう。伊沢でした。